サントリーの裏側に迫る、売り上げ主義とコミュニティの葛藤が明かされる、ミスジンゾーだ、その名前だけで心が躍る感じがしませんか最近、このドリンクが一気に流行り出して、その勢いはますます加速しているようです。平野くんの新しいリニューアルも相まって、ますます注目を浴びているこのドリンクについて、コミュニティの視点から考えてみましょう。果たして、なぜこれほどの人気を誇るのでしょうか ミスジンソーダに関するメーカーの意欲は以前からありました。しかし、平野くんの起用や新しいデザインの導入により、その存在感が一気に広まりました。今では、購入を我慢できずに待ち望んでいる人も多いのではないでしょうか。私もその一人で、ついには箱買いまで考えてしまうほどです。これほど魅力的なドリンクが登場すると、ノンアルや低アルコール版も期待されますね。一方で、 驚くべきことにアンチコメントが増えているようです。テレビやメディアの影響力が及ぶ範囲は大きいですが、渋谷ジャックという新しいエンターテインメントの舞台に対して賛否両論の声が広がっているようです。スクランブル交差点やセンター街の広告、原宿から渋谷をつなぐラッピングバスなど、これらの要素がコミュニティにどのような影響を与えているのでしょうか 一応さんや菅田雅輝さんなど、お酒をあまり飲まないとされる著名な方々が CM に起用され、これが話題となっています。成人していれば問題ない、との意見もありますが、新しい企業が舞台裏に登場すると、タレントやグループの起用に対してアンチコメントや不買運動が起こりやすいようです。これが、進化するプロセスにどのような影響を与えているのでしょうか私の会社でも契約変更は無駄だと感じる一方で、 コミュニティの声を大切にし、変革に積極的なスタンスも重要です。お酒が苦手な理由やアレルギーによる制約は個々に異なりますが、成人しているならばお酒の仕事にも挑戦できるはずです。また、サントリーの売上主義に対する意見もありますが、これがコミュニティに与える影響は一体何でしょうか柔軟性や多様性が求められる中で、新しい可能性にどれだけの人が気づいているでしょうか そして、メーカーのやり方に関する議論が広がっています。ただし、この意見は旧ジャニオタに偏っているようで、一般の人々はそれに無関心のようです。こうした違いが、コミュニティ内での異なる視点を示しています。騒ぐファンもいれば、他のことに目を向けなさいとする声もありますが、異なる意見を受け入れ、共に成長することが大切ですね。アートやエンターテインメントは、新しいアイディアや異なる視点から生まれるもの。 そうした多様性こそが、より豊かな未来への道を切り開くのです。最後に、メーカーのやり方に対する批判が旧ジャニオタに偏っているという声もあります。不買運動をしているのも彼らだけだとしたら、一般の人々はどのようにこの議論を受け止めているのでしょうかジャニオタの中には騒ぎすぎる者も,もいるかもしれませんが、彼らの声を聞くことで新しい視点が生まれることもあります。他のことに目を向けるべきかどうか。 これは意見が分かれるところでしょうが、異なる視点を尊重し、コミュニティ全体をより豊かにするために何ができるでしょうか